はい。皆さん、こんにちは。元気なおじいです。今日は、10月の27日土曜日、時刻の方は朝9時24分です。うん。このネタは、ぐへ,へへへへへ。ということで、はい。えー、久しぶりの情報になります。下イファイね。今、モナワイファイのインフルエンサーをしています。元気なおじいね。 で、限りなく、限りなく、とても似すぎてる、ね、限りなく似ているスター Wi-Fi というものがあります。ね。で、スター Wi-Fi といえば、この世でただ一人だけのインフルエンサーといえば、ルルカチャンネルさんね。ルルカチャンネルさんが、ね、この世でただ一人だけ一生懸命頑張ってね、あの3ヶ月間の あのモニターとして情報を広げてまいりました、ねでまあ、ルルカさんのね「まあ、検証ぬるいぞ」っていうねあのその声があちらこちらからね、まあ、聞こえたりもするんだけどでもまあ普通に普通に何かしたから普通に使ってるとルルカさんぐらいの検証でおじいは十分だと思う平均的に普通にあの使っていたら例えばサラリーマンとか学生とか 余った時間に使う、であのお昼にちょっと使う、朝にちょっと使う、帰ってきてからちょっとあの自分の時間に使う、であとは休みの日にちょっとまとめて使ってみるとか、そういう使い方をしていると、まあルルカさんぐらいのあの検証がまあ目安になるというスタンダードっていうねまあそこのところじゃないかなと思います。で中ににはねねおじいののように、ね、あのー YouTube ユーチューバーとしてね、もうユーチューバーがお仕事なんだ、自営業なんだっていうね、もうそういう方はいっぱい使う方もいるでしょうね、ねあとはこの高齢化社会ね、あのおじいちゃん、おばあちゃんが結構多いですあね、あのもう余生を楽しむためにね、あのレンタル w i フ f i 借りて、いろいろネットを楽しむとか、そういうスタイルがこれからね、定着してくるわけです、ね、まあ、そんな中で、実際にこの無制限というのは、どこの、どれぐらいが無制限なのっていうね、あのそこを知りたい方も結構多いわけなんだよね。 で実際にそのルル,カルルカチャンネルさん以外の情報として、まあ、インフルエンサーではないガチな、ねあのー、利用者さんの声として今回はスター w i f i のリミットについて、ね、とても貴重な情報をいただいたのでこちらを紹介したいと思いますで当然のことながらね、あのー、情報を提供してくれている方は普通の一般の利用者さんなので あのもうインフルエンサーでもなければね、あの宣伝する人でもなんでもない、ガチの普通のお客さんだからね、普通の情報を、ね、ガチで教えてくれるということになります。はい、それじゃあね、紹介していきましょう。本日ね、40分前の情報になります。ね、えー、りょうさん、ね、ありがとうね、本当。えー、っと、おじい、モナ検証、お疲れ様です。先日、スタイルイファイね、カッコモナと同じ 602HW の、 電波の状況や速度、えー、速度規制などね、ねその時点でねほとんど不満がないことを報告しました量です。ねあのー、ちゃんとね、うん、この後紹介するね、卒園券でもね。でところが、昨日二23時過ぎごろ、アマゾンプライムビデオを見ているときに、突然接続が途絶え、視聴できませんと表示されました。 端末や iPhone の再起動、電波帯域を変更したりなどいろいろ試しましたが、どの方法も状況が改善されず、回線元の速度規制による低速化が実施されたようです。ウェーンってことでね、一応あのバッテリーの抜き差ししてみたかな。で念のため、12月で満期を迎えるまでさびきとして所有しているマ m a x 端末では、 普通に視聴できることを確認しましまた。速度規制後の通信速度は最悪で今まで平均30から 40Mbps 出ていたものが50から 100kbps と天気アプリを見るのもギリギリです YouTube とかは絶対見れないですそして肝心な規制がかかった時の通信容量ですが 間近3日前までは1日4から9ギガ程度の使用6マルに HW が届いてからの累計は183ギガと表示されています前回の僕のコメントで YouTube などで 4K 動画を見る日は1日20ギガを超えても問題ありませんと言いましたが月間で180ギガ付近まで行くと まあ少なくともスター Wi-Fi はアウトのようですね。モナが200ギガを超えても大丈夫ならそっちもありかな。でも同じ匂いするんですよね。アイビデオのサムリオンジェットティーも値上げだし、うんと長くなりましたが、ご報告します。引き続きモナ検証お願いします。頑張ってください。ということでね、あのー、おじいもね、あのー、 もうこれもね、あの40分前にぺろーんって来た、ここで今、ぺろーんって出てくるんだね、これね、あの今もね、新しいのがこぺろーんって来てます、今ね、こうしてね、ほら、こんにちはって,って、ね、ぺろーんしてね、こうやって来てるんだよ。だおじいはね、それまでね、バッとチェックしてね、だから今、ご飯食べながらでも、こう今、動画回し始めたんだけどもね、ちゃんと動画を撮るとき、あの検証しながらこれやってると、録画してると、カクカクしちゃうんだよ。 で今まだアップしてないんだけど1本目の動画もおじいあの確認するとちょっとカッ,カッって途中になったりするんだよねあのもう本当ね本当はねこれやりながら録画はしたくないんだけどでもやっぱそれだけの情報を早めに作って早めにアップしないと、ね、いろいろあのおじいの検証結果を あの参考にしてね、まあ、先行して予約する方もいるのでね、一応元気なおじいはインフルエンサーとして最低限3ヶ月を、あのーね、約束されているので、まあ、その内容を見て、どうせ、最初の1ヶ月ぐらいは調子がいいんだけど、おじいが、ね、今までは1ヶ月やめたら、手のひら返したように、ばっと突然、規制がかかったりとかね、そうやってあのやってきてるから、信用ならねえって方も結構多いでしょう。 だからおじいはモニターはねあの1ヶ月間でしょ、大体どこも。でもおじいが最低でも3ヶ月間ねやらせてくれないとちょっとあの示しつかないよってことで,ねそれであの最低の3ヶ月間はまあ保証してくれてますま。どこまでするかわからないけどもねまあおじいがインフルエンサーをやってる間はねあのそのままのガチ状態を皆さんにねあの常に提供し続けるのでねまあそれを見ながら。 ね、これを見て判断するのもいいんではないかなと思いますね。本当今今おじいたちと一緒に始める方っていうのはチャレンジャーですね。新しいものが好きな方とかね、うん、あのもう。 ドキ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 したからね、一本橋を渡るのが大好きな方とかね、あのもう電撃イライラボみたいな感じでね、本当、わあ食の規制はどうなんだろうなとかね、うあぁ、YouTube の動画どうなんだろう、うわあみたいな感じでね、テサリング、うわぁって感じでね、本当、そんな感じであの、一緒にドキドキハラハラしたい方がねあの、真っ先に今ね、一緒にやろうじゃないかっていうね、まあ、そういうことです。であのまあ、前回の 投稿してくれた内容もね、じゃあちょっと紹介したいと思います。前回はね、1週間前に情報をくれました。ねえー、っとこちらがね、りょうさんの1週間前のコメントになります。ね、えー、っと、おじい、いつもお疲れ様です。実はおじいの 304ZT 最強動画に出会う前にいろいろ調べて、まさしくこの動画でおっしゃっているスター WiFi の 602HW を契約していました。現時点で届いて、 18日ほど経過1週間前で18日ほど経過ってことだからそれから1週間だから、えー、と25日ってことだねだから1ヶ月経ってないんだね1ヶ月使わないで速度規制の人だったんだねで150ギガほど使いましたが速度規制はかかっていませんで YouTube や Amazon プライムの 4K 動画を見る日は1日20ギガを超える日があります、まあ、ちなみに場所をいろいろ変えて計測した 回線速度は常時最低15から最高 80Mbps で平均 3040Mbps は出ています。今まで使っていた YMAX2 プラスだとちょっと建物の奥に入ったりデパートの地下や運転中の Google マップ案内などは電波が切れるか速度が激抑になるか当たり前でイライラしていましたがさすがのソフトバンク4次回線ほぼストレスを感じません。神です。初期費用は他と比べて、 めちゃ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 かなり高いと感じましたが使い放題であの値段電波品質が続けばかなりいいかなと思います電話サポートがないのは困った時不便ですが今困ったね本当今困ったねまさしくその今困った時今そのものだよねそれと 602HW についてですが 思ったより軌道は遅く、しかも高速充電はできていません。45W の最高 20VUSBPD 規格でタイプ C の充電器ねプラス充電電圧カーで測ると最高で点2 v 1.6A 程度しか出ていないので、うーんって感じです、まあ。あと届いて2、3日くらいに勝手に接続が切れて、接続しないといけないことが何回かありましたが、まあ、それ以降はずっと安定しています。 長くなりましたが、この情報があまり出回っていないのと、いつも一般視聴者の立場で動画をアップしてくださっているおじいに感謝の意味も込めて報告しました。またぜひ動画でも取り上げてください。いつも応援してますってことでね。ありがとうございます。まあ、そういうことで、本当ね、あの、今までの流れだと、スター Wi-Fi とモナ Wi-Fi は限りなくこうやって照合するとね、ピタッと一致するんだよね。 じゃあ一緒なんじゃないか。おろしもとも一緒のところ。ね。ものが同じ。ということは、ね。下 Wi-Fi で無制限に使えてるんだったら、じゃあいいんじゃないかっていう、そんな感じだったんだよね。で スター w i フ f i の方は SIM の方はは、ね、テザリングできませんってちゃんと表記したけどモナの場合は、ね、あのテザリングに関しては何も書いてない状態だったけども、ねあのまあ、できますよってあの公式でいただいちゃったので発表したら、ね、あの叩かれました、ねえー、っとであとはあの、こういうスター w i フ f i のモニターっていうのが結局、ルルカさんしかいなかった理由っていうのがこれではっきりしたでしょ。ね まあ、お仕事でやってるとは思うんだけども、ね、あの同じとこじ職やってるとしたら、ねまあ、とりあえずあのお仕事で依頼したのがこの世でただ一人で3ヶ月、ね、貸し出しをしてで、まあ、ルルカさんの検証だったらね、まあ、本当にあの無難なところの検証だからね、まあ、あのこんだけ使えるよってことでね、まあ、それはそれでね絶好調で僕は気に入ったっていうここはまあ真実なんで嘘じゃないんでいいと思います、ねで。ただあの他の方に 要は、募集したりとか、元気なおじいみたいなのがね、立候補したら、おじいもだから、下 Wi-Fi ね、来ればやるよって当時言ってたんだよね、皆さんから情報来た時ね、下 Wi-Fi さんどうですか、元気なおじいが、検証しますよってね、元気なおじいのところに来るならチャレンジャーってね、それなりの覚悟を持って頼んできてねって一応言ったんだけど、来ることはなかったんだよね、本当ね。これがね、おそらくその結果というかね、多分2日で激震するからね。 下、w i f i 来たよっつってね、下、検証するよってね、1日目、おお、なかなかいいじゃんってね、2日目あ、あ激震って、か <laughs> ア行かなかったよって感じで、の多分激震するのが目に見えてるので、ああ声をかけられなかったんじゃないかなっていうのがね、なんとなくあの分かるよね。まあ、でも、その時はそうでなかったかもしれない。 であのおじいがね、一番最近、あのまあ、ルルカさんが、まあ、おじいのところにも来てくれたし、おじいもルルカさんのところにね、まあ、コメントした、まああのルルカさんとのつながりはもう結構古いんでね、本当、もうだいぶ前からあるんでね、まあ、お互いにあの、まあ、動画を見てるしね、お互いに、まあ、気楽に話しする中だし、ご近所さんだしね、本当、もうあの目とまつげの先にいるからね、ルルカさんね。なので、おあね、おいって言えば、もうすぐ届くよ、何おじいって感じでね、あのもう本当すぐ届くところにいるからね、ルルカさんはね。 仲良しがおいしたからもから言えるんだけどもね、あのーまあ、そんなわけで、ねまあ、これが現状180ギガでノックアウト、無制限、ね、で、あのー、この間、書いたときも、ね、あのまあ1日、まあ、あの無制限からあの大容量に変わったねという情報の時にね あの変わったねって、これ制限来るねって、おじい言ってたらね、いや、あの僕の説明の仕方がが、ね、悪かったけどもね、まあ、今のところ大丈夫でしょうということでねあの、ちゃんと対応いただいたんだけれども、でもやっぱり、ね、200ギガにいかない、無制限。で、あのねおじいもね過去に 501HW、i デオのね、 iBeDo の 501HW が 180GB で撃沈したこともあるしあとよく考えてみてのぞみ Wi-Fi のぞみ Wi-Fi を真っ先に、あのー、行った方、ねえっと、スマートメディアさんだけか、ね、186だかそれぐらいで撃沈してるよねなんかねなんか似てない なんとなく似てない、なんとなく似てない、大体いい180ぐらいで激震って、なんとなく似てない、でおじいも i ビデオから借りてるやつで、あのー、100じゃ止まんないねって、でも180で激震とかね、わ200を目前に激震とかあったよね、で、601HW も100で激震のときもあったけど、2回目のときぐらいもうちょっと似てたような気がするんだよね、確かね。 意外と、ね、あの何100ギガいイプランってやつなのぞみで言ったら100ぴったりでは止まらないんだけど101で止まるかもしれないけども180で止まるかもしれない160いくつで止まるかもしれないっていう、ね、そこのところはアバウトなんだけども、まあ、あの200以内で止まるよっていう、ねまあ、100以上は使えるんだけどもあとはあのどれぐらい使えるかはまあ運次第っていう、ねまあ、そういうモードなんじゃないかなと思います。 そんなわけで元気なおじいはこのスター Wi-Fi を使ったことがないので何とも言えないんだけれどもスター Wi-Fi は1 8 3ギガで撃沈しましたそしてスター Wi-Fi は無制限という表記は今のところ、ね、あの消えています大容量になっていますえー、っとよいしょはいよいしょスター Wi-Fi ね えっと、定額、大容量、ね、契約期間なしのモバイル Wi-Fi ルーター、ワ Wi-Fi ということでね、もうすべてあの、この無制限という表記が、大容量に変わっております。やはり、無制限から大容量に変更した理由が、ここにあるんじゃないかなって、おじいはね、睨んでいます。で、 よく思い出すと富士 w i f i とかあのいろんなねあのなんとか w i f i って今まであったけれどもよく思い出してみてスタートするときは宣伝のために確かにノーリミットで出したりとかしてるよね売り文句にしてねでも大体1か月から3か月ぐらいの間にあの新しいプランが出たりあの100ギガプランに変更したり あのいろんなプランにあのたくさん小分けにしたりとかそういうふうにしてきてない大体他のとこ違うであの何、ー、か快適共産共産金みたいなねあのそんなのでバカ高い値段を取った俺には引っかかっちゃうとかさ <laughs> まあそれでも200300使えてしかりうんねじていでうなんてあの平和なこと言う師さ様もねあの中にはいたような気もするんだけども。 無制限したら無無制制限限なんだよ本当で無制限の定義は1日10ギガ使ってもね、あの使い,あのいけるね、まあ、300ギガ、これぐらいが無制限の定,期あの定義っていうのがね、あのおじいは誰だかな、ガメさんか花火さんから、花火さんだから、聞いたんだよねあの、公式発表はされていないけれども、キャリア側の方のあの、まあ、目の了解としては、無制限イコール300という認識があるっていうね。 で確か、フジ w i フ f i の、ね、おじいがいなくなった後の定義としてもやっぱ300から400くらいというね、まあ、そこで速度制限が来ますよということであの公式なサポートで、ね、あの対応があって案内もあったと思います。こね、なので,で、まあ、それ公式ではないにしてもおじいはそれを参考にしていたしやっぱ元気なおじいは一、ね、日,日普通に配信とステージアライブの時に 最高でね7か8ぐらいは使ってるんだよねで、朝から晩まで配信してるだけだったらあの10ギガ使いきれないので、1個だけだとね、端末、なのでね、まあ、これでパソコンも使ったら10は突破するなということで、やっぱりそのガンガン使う人のことを考えると10ギガは欲しいよねっていうね、だからあの、のぞみ w i f i のグローカルミュ U2 も、あの無制限プランが1日10ギガノックアウトで、まああの、最高で使えても1日300ギガだよっていうね。 まあこのリミットがなくて300まで使わせてくれたらいいんだけど10ギガのリミットがあるっていうのはねちょっとこれは切ないなって感じするよね。そこで、ねうんまあ、もただでさえ遅いし勝手にやればリセットかかっちゃうしねあ,のあれはすごいイライラするんだよね。まあ、唯一あ、マッサージ機の代わりになるのがせめシのものが好きなんだけど、ねまあ、そういうわけで、ねえー、とあとはこのスター w i フ f i のリミットが183ギガ。 とということで、まあ、200ギガは使えないで激震ということが判明しました。で、スター w i f i はあのその183ギガを使うために、ねえー、っと契約事務手数料が、ねえー、2980円そして端末登録手数料、ね、これが4980円ね。ね まああの税込み8000円超えます円払って183ギガを喜んで使うということになりますさあ皆さん8000円の初期費用を払って3680円税別これを払って180円 ギガ使いますかどうですか使いますか皆さん、ね。そういうことなんだよね。本当まあ、かえってね、あの高いものなんじゃないかなと思うよ。うん、183で激震だったのね。だったら、あのだったらこんなん高い初期費用を出すんだったら、ね、月額4500円出して、初期費用0円だよね。 オークソ料だけ540円ね、これはビ g p としてね、iBeeDeal からサムリオン ZT ね、ちょっと先にすれば予約できるから、それ借りた方が絶対に安心でしょ、う今のところ。で、モナ Wi-Fi が、仕入れ元が同じ可能性が非常に高いとね、ああモナ,ナ Wi-Fi の中の方もね、仕入れ先は同じかもしれませんかって <laughs> まあ言ってたんで、仕入れ元が同じだと、 非常にちょっとやばそうな感じがするよね。で、まあ仕入れ元が同じだとしたら、スター WiFi はテザリングは対応してませんってちゃんと表に書いてあるので、じゃあ仕入れ元が同じモナ WiFi がテザリングガンガン OK なって言ったら、そりゃあね、そりゃあね、初期費用が高いスター WiFi としてみたらね、あのもしね、 あのー、まあ脳内別会社なのかリアル別会社なのかはちょっとわからないけどもおじいはあの全く関係がありませんって聞いてるけどもね、まあ、全く関係のないのがこの中の話かもしれないんで、まあ、おじいはまだその辺はよくわからないんだけどこれでスター w i f i 最強伝説は崩れたスター w i f i の 602HW は 無制限プランという伝説は崩れた初期費用は8000円超えて高いけれどもでも無制限で使えるなら、ね、安いもんだよというねその説は崩れたということになります、ねまあ、今回貴重な情報をねいただいた梁さんにはね本当に深く感謝したいと思います、ね、本当にねあのもうおじ座布団もね あのもう5枚差し上げます。ね、おじいの座布団ね、5枚差し上げるのでね、これからもたくさんあのおじいの動画を見たりとか発言をしてね、座布団10枚貯めてください。ね、あの元気なおじいのこの人はね、座布団10枚貯めていただくと、あのこの銀の座布団と交換します。ね、で、銀の座布団10枚交換すると、金の座布団1枚と交換します。その金の座布団ね、えーと、10枚貯めていただくと、あのプラチナの。 お茶布団と交換しますでそのプラスナのお座布団を10枚貯めていただくとあれその前にダイヤモンドがあったかな確かねダイヤモンドの座布団に交換しますねでそれをあの10枚ね貯めていただくとあのピャンピャンおじいねあのおじいがね名古屋駅のね あの新幹線コンソールの、ね、出口のところでね、等身大のポスターになった時の、その,あのワンガンスタジオというところでね、ちゃんとプロの方に撮影してもらった、そのデータを元にして作ったね、ぴょんぴょんおじいね、そちらの方をあの差し上げておりますの、ね、頑張って元気なおじいの座布団を食べてください,、ねはい。そんなわけで、今回は、スター w i フ f i のリミットは1 8 3ギガという内容の お話でした。この情報が参考になったよって方はね、いいね、こっちの方ね、ぜひ押してください。元気なおじいのチャンネル登録もよろしくお願いします。ね、ほんとあの、りょうさん検証結果ありがとうねってね、あの、りょうさんのコメントにね、ほんと皆さんからもね、参考になった方はね、あの感謝のつもりでね、あのコメントいただいたら、おじいも本当ね、嬉しいです。ねそんなわけで、おじいでした。またね、バイバイ。うわーっ、ファイ p y f 激進